では、皆さん、セカンドもぜひ最後まで楽しんでください。セカンドステージは、ちょっともうちょっと大人な感じでチルな感じでお届けしたいと思います。あらって言われるとって出ちゃうんですけど、じゃあ1曲目はあの私がいつもリッキーっていう相方と2人でやることが多いんですけど、今日はバンド編成でやってみようかなと思います。リッキーと一緒に初めてセッションした曲を違うミュージシャンと一緒、どんな浮気して今日ここにいます。どんな感じになるのか、ぜひあのリッキーにあの証拠現場を送りつけてください。リッキーより良い演奏したいな。よしちゃうかもではでは聞いてください。 If I got you。皆さんちゃんと撮れました？浮気現場。リッキーとどっちが良かったですか？リッキーとどっちが良かったですか？それは言えない。それは言えない。それは難しい。難しい。選べないって優しいからみんなね。本当に力なくってこれね。意外と脆いから。
そうそう、なんか昨日仲良くして昨日なんかあれらしいよ、キミカのことをライブで、あの他のライブでめちゃくちゃ褒めてくれたらしいから。あーそうだよ、うん、キミカが今日いっぱいディスっていこうと思って。あーそう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 、どうしました。え、あのちょっと裏返し、裏返し、愛情の裏返し、すごい、なんか どれぐらいいじったらあの傷つくかな。もう傷ついてるよ。まあそんなこと嘘でね、あの本当にリキさんめっちゃいつもありがとうと思ってるんですけど、今日もこういうね、なんか新しい人とまた別の感じでね、こう同じような曲をさ、あのまた違ったアレンジできるのってミュージシャン的にはめちゃめちゃ楽しいですよね。あー、うん、そうね、みんなが知ってる曲をこの人と合わせたらどうなるんだろうみたいな、うん、で感じなんですけれども、あの次の曲はあのみんなは絶対に知らない曲なんですけど、こんな話しといて全然違うこと言うんかいって感じなんだけど、みんなはあのライブで 1,2 回キミカのファンの人は聞いたことあるかもしれないんですけど、多分今日初めての方は、うん、いきなり何語歌っとんねんってなる、そうね、はい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 、楽曲なんですけど、これ言葉は分からなくてもすごいサウンドが心地いいというか、まあ、結構 R&B だったりとか、そういうなんかちょっとブラックミュージックが好きな人は好きなサウンドなんじゃないかなと思ってちょっとセレクトしてきました。大好き、大好き、じゃあきっと好きだと思う。はい、いつも私結構ガンガンこう声出す系の歌ばっかりなんですけど、これはちょっとチルな感じで大人な感じで皆さんにお届けできたらいいなと、うん、ちなみにこれもあきらくんが好きな曲です。大好きです、はい大好きです。私これ大好物でございます。ありがとうございます。今日はあきらくんに呼んでいただいたので、あきらくんの好きそうな曲を持ってまいりました。こんなにリクエストしてやってくれるんやっていう ねえ、いいの、やってくれんの、ありがとうみたいな。もうね、私自分のバンドメンバー大好きすぎて、愛が溢れ出てるんで全部聴いちゃうっていうね、こうやってダメな人作っていく可能性あるんですけど、あきらくん俺ダメだね。いや、可能性があるんですけど、あきらくんはご自身がまともなので大丈夫です。どんどん出世していかないと、ちょっとね寂しい限りだね。いやまたこうやってこういう場で再会できて最高です。次の曲ぜひ言葉わからなくても耳で聴いてなんか乗ってもらえたら嬉しいなと思います。では次の曲聴いてください。 I'm in love。Thank you.
ございます。I'm in love という曲でした。ありがとうございます。ゴーゴーゴー。それなんかパッドでやる人見たけど、ベースでやる人初めて見ました。ゴンゴンゴン。今度からうちのベースにもやらせよう。誰でもできる。ブンブンブンってやってっつって、はい、いかがでしたかね。韓国語の歌を歌ってみたんですけれども、まあ、なかなかあんまり普通のライブ行って韓国語のねライブ歌聞くことないと思うんですけれども、これはサウンドが好きなのでちょっとみんなでねカバーしてみました。で次の曲はまた今度は韓国語じゃなくて英語の曲なんですけど、みんながおそらく知ってる曲で結構バズったけども別バージョンでやってみようかなと思います。いけます？やっちゃおう。やっちゃう？やっちゃう？ではでは聞いてください。どれぐらいでやりたい？どれぐらいでやるかね。これ一番うちらは難航してるんですよ。これどうしようね。それぐらいね。OK。 これリズムから決めるライブって見たことないでしょ。セッションってこういうもんです。じゃあ聞いてください。 Peaches。全然違うんで、これで覚えないでください。全然何の曲やったぐらいの感じでしょ今ね。ジャスティン・ビーバーでした。これやっぱいいね、このアウトバージョン。これいいね、今決めたやつ一番良かったね。セッションってすごいよね、毎回毎回同じことできないの。でね、さっき全然違うことやってたよリハで。これが一番良かったですね。落ち着きました。ありがとうございます。いただきました。しかもさ、跳ねないでおこうって言ったのにさ、めちゃめちゃ跳ねた。めちゃくちゃ跳ねた。違うことやってもね。みんなついてごめんね。跳ねないって言ったけど、もうピアノでちゃんと跳ねとった。めちゃくちゃ跳ねてるけど、一発目で、あ、こいつ行くんだなって思った。トシさん優しいから。いや、トシさん、トシさん、トシ、トシ覚えてない、言ったことと覚えてない。
次何やるんですか。あ、次悲しい曲じゃん。悲しいです。すげえ悲しい曲。なんで今ご機嫌だったのにね。私のライブってそうなんですよ、情緒が大変なんですよ。ね、さっきまでめちゃくちゃクレイジーとか言ってたのに、次もうなんか Everyday とか、どういうことみたいな、あの上から下まですごいんですけど、ジェットコースターみたいな人生に一緒についてきてください。私の人生そのまま歌になってるんで、ジェットコースターみたいに生きてるんで、メリーゴーランドで言いたいです。使っていいよこれ、うん、これだいたいケミカの話のネタだいたい他で引用できるんで、どうぞ使ってください。はい、次の曲はですね、あの去年書いた曲なんですけど、人生で初めてあの恋愛の曲を書いて、人生で初めて恋愛のドッパラードを作ったんですけど、さっきあの発覚したら途中から作った人違うから、あの表紙が途中で変わってるぞみたいな話あって、あの譜面が数え方違うって、もうさっきすごい大揉めした曲があるんですけど。揉めてはない、揉めてはない。これはこれは8六だ、これはいや十二だと思う。専門的なね。うん、そうそうそう、あの専門的な壮大な議論になったんですけど、結果何になったんですかこれ。あの決着つきましたこれ。決着はねついたよ。あ、つきました、うん、はい、っていうあの途中から違う人に作らせるとこういう問題が起きるんだなっていう学びを得た曲です。全然面白い曲じゃないんですけど。ちょっとあの普通にちゃんと聞くと結構暗い曲なんで、皆さん要注意で聞いてください。これね、あの結構周りからのクレームがすごくて、あのふと聞いちゃったら、あの結構電車で涙しすぎてすげえ変な人に見られましたみたいな、そういう DM がよく来る曲なんで、あの先に言っとこうかなと、注意事項。なんであの、まあ、フラッと聞いてもらえれば、あの字面だけ見るとすごいボロクソ重い歌なんで、はい、なんですけど、あの人生で初めて書いたラブソングを皆さんにぜひ聴いてもらえたらなと思います。いきますか。はい、はい、それではじゃあ聴いてください。グッバイマイラブ。
ありがとうございます。めちゃくちゃタイマーなっとんね、誰ね。ピーピーしてるね、私？私じゃないね。誰か、あの、いい、ね、お薬の時間ですか？うん。いい曲だよね。いい曲だね。いい曲なんだけど、だからあの、これ最初に前もってね、ちゃんとした情報流しとかないとね、あ、すごい思いの来たってなるから。すごいじゃんってなるから。すごいの来たってなるでしょ？これね、ワンマンライブだと一番泣ける曲なんですよ。はい。ね、これとピンクサンセットが近くて、本当にいつも困るんですよ、セットリスト。セットリスト両方重いなーって思いながら、どうやって組むって相方と話して、いつも。いやでもね、お客さんはね、こういうの聞きたい。本当、うん、聞きたいですよね。本当、うん、大丈夫、なんかずっとこう暗い気持ちになって、うーんってなるよ。いやいやいや、キイガちゃんの世界観を見たいからって言った。本当のこれ。え、次ちょっとプロデューサーでアキラくん入れようかな。俺何も、俺も客目線でしか何も言わない。それが大事やんね。危ないですよね。それがね。そうそう。で、こんな暗い曲歌った後にですね、ずっと暗いまま終わるのはどうかなと思いまして、あの、ちょっと幸せな曲を、またね、これは、あの、私の、あの、めちゃくちゃ仲いいアーティストが作って提供してくれた曲なんですけれども、本当はあの、なんて言うんだっけ、デュエットで歌う曲なんですけど、今日ちょっと多分誰もマイクは持ってこ、あれ、私歌が下手だからドラムしてる。ドラムしてる。私歌う上手かったらドラムしてない。あ、でもキョイカも最初ドラムから入って。いやいや、私ボーカルほんとしたかった。今日第一応ね。オッチだから。オッチだから。オッチだからドラムした。あ、分かった。ああ、あいつんだ。そう。歌うまかったら楽器してな。歌うまかったら楽器してな。ちょっと最高に今日いいね。今日いいね。今日ご機嫌ですよ。ありがとうございます。ご機嫌ですよ。キャラからワンマンでもそんぐらい喋ってほしいんですけど、ね。じゃあいつもマイクを渡されてないから。そうか。いつもそうだね。いつもリッキーに取られてるから。確かに。俺後ろでも。結構なんかあの後ろに派手髪二人いるから、どっちかに話振ろうと思うと、あのリキさんが先にこうやって取ってこうやって喋り出すから。リッキーは喋るなんやろ、人種やん。そうだね。うん、確かにね。口から生まれた人間やな。言っといてください、ここね。口から生まれた人間ですってね。昨日さんざん褒めてもらったのに、こっちはすごい悪口してました。褒めてる、これは褒めてる。褒めてますよ。しっかり褒めてますから。しっかり褒めてました。うん、ということで、あの、まあ、その友達がね、あの、デュエットで作ってくれた曲なんですけれども、今日は一人で、あの、まあ、キミカバージョンでお届けしようと思います。なんかすごい、これは幸せな曲なので、ぜひ、あの、ご家族がいる方は、あの、自分のパートナーに、こんな気持ちで接して過ごしてくれたら嬉しいなって思って歌いたいなと思います。聴いてください、コーヒーカップ、
最後まで。ありがとうございます。めちゃいい。何そのアレンジ。また全然違った。全然違った。びっくりした今。最初ちょっと焦って、最初焦って違う曲やりたいじゃん。この曲は誰の曲だ。最高でした。ありがとうございます。これもありがとうございます。皆さん本当にありがとうございました。今日もこのセカンドも楽しんでいただけたかなと思います。最後は物販が あるんですよ、実はあそこに。右向け右、あ、右向け右、後ろ向いて。あそこの入り口にかかってるパーカー見覚えがあると思うんですけど、私が着てます。私の作ったパーカーです。で、上のバケットハットもそうです。ありがとうございます。で、CD はさっきの死ぬほど重いバラードがあちらの CD になります。死ぬほど重いのからぶち上げポップスまで入ってますんで。ぶち上げ派であるんで、絶対どれか1個ぜひ買って帰ってください。はい、ということで本編終わりなんですけど、終わりますよ。上京されてます。すごい。ありがとうございます。すごい空気読める、みんな。ありがとう。ということはアンコールということは何だと思う？何だと思う？何だと思う？何やると思う？曲。はい、正解。はい、正解。すごい、そこまで知ってるから。どのライブやっても絶対これが最後なの。僕、フィールサムシング T シャツ。これ、もう売ってないやつ。ありがとうございます。これ持ってるってことは相当古くから知り合いってことです。古参です、古参。古参でした、最古参でした。古参です。はい、ということでフィールサムシングっていう曲で終わりにしようと思うんですけれども、まあフィールサムシングってね、意味を日本語で、まあ、言うと今この瞬間しか感じられない何かをみんなに持って帰ってほしいっていう気持ちを込めてこの題名をつけたんですよ。で、毎日毎日みんな未来をこう生きるじゃないですか。で、過去を悔やんだり未来を生きるのに今この瞬間って大事にしてるかなって私ふと思ったんですよ。で、まあ、こうやって今日みんなと今この時間一緒に入れて一緒に音楽楽しめてるのってすごく大切なことだけど、あ、明日仕事があるなとか、あ、週末までにこれやらなきゃとか、あ、昨日やり忘れちゃったとかやりながら毎日生きるじゃないですか。でもこの今この曲この瞬間だけは一緒に音を感じて一緒に楽しんで、ぜひそれだけ、 just それだけ楽しんでやってください。私のこの人生のテーマなんですけど、未来も過去も自分次第だけど、今を一生懸命生きてない人は未来もきっと生きられないと思うから、今この時は一緒に生きていきましょう。皆さん今日本当にありがとうございます。最後の曲聴いてください。 Feel somethingFeel something now.